私は、ね、映画が好きで、SF 映画なんか見ますと、偉い博士が出てきて、人類の難問を解決してくれますね。そういう人に憧れて、こんな職業になれたらいいなという、まあ、そういう夢を持って勉強してきたという。私たちの暮らしている世界というのが時間とともにどのように発展してきたか、これを私たち宇宙の進化というふうに呼んでますけれども、特に私がやっているのはその宇宙が始まった頃にどんなことが起こっていたか、ビッグバンがいつ起こったか、その前のインフレーションというものはどういう時代だったのか、実は昔に遡れば遡るほど宇宙の状態としては単純であったはずで、それを少数の物理法則によって理論的に研究していくわけなんですね。1980年頃にインフレーション宇宙論という考え方が出てきまして、それによって宇宙をその初期に急激に膨張させることによって、なぜ宇宙が大きくて物質に満ちているのかと、そういうことが枠組みとしては説明できるようになってきたんですね。その後いろんな観測データが出てきまして、現在の宇宙というのは膨張速が加速していると。でもう一つはWMAP と呼ばれる宇宙背景放射の観測衛星によって、まさにその宇宙の大きさがどのぐらいあるとか、その宇宙の年齢がどのぐらいか、どういう物質がどんだけあるかと、そういうことがはっきり分かってくるようになったとともに、銀河や銀河団あるいは星といったそうした構造の種になった密度の濃淡の様子も観測できるようになってきましたので、大きな意味のある観測であった。じゃあいつから来る電磁波を見ているのかということなんですが、インフレーションが終わってビッグバンが起こって宇宙ができてから38万年ぐらい経った頃なんです。その頃の宇宙の様子を表しています。なぜ38万年かと言いますと、それより昔過去に遡りますと、その陽子とか電子とかそういうものがバラバラに存在してた時代がしばらく続いていました。でそういうところ状態ではですね、電磁波光というのはこう電子にすぐにぶつかってしまってこう散乱されてしまうわけなんですね。ですが宇宙の温度がだいたい4000度から3000度ぐらいまで冷えてきますと、電子というのはこの陽子の周りにこうひっつきます。そこからあと初めて光はこうまっすぐ進むことができる。それがビッグバンのあと38万年という時刻になっているわけです。なのでこの137億年の年齢宇宙を持っているわけですけれども、その最初の38万年間に何が起こってたかということは、光や電磁波を使ったのでは決して直接見ることができないわけですね。で逆にじゃあ昔のことを知るにはどうしたらいいか、それはもっと遠くまで見通せるようなものを使えばいいという、遠くを見るということが昔を見るということですからね。でそれを実現してくれるのがアインシュタインの一般相対性理論でも予言されている重力波というものです。でそれを使いますと、インフレーションの起こったその頃まで直接見通すことができるようになります。さらに最近我々の研究によって分かったことですけれども、インフレーションがいつ起こったかだけではなくて、その重力波のですね、周波数ごとにどんな強さの重力波が来るか、それを細かく調べることによって、いつビッグバンが起こったかと、インフレーションの後いつ宇宙が熱い状態になったかという、そのことまで分かるということが最近の研究によって分かりました。インフレーションの頃にできた重力波、これどうやったら観測できるかということなんですが、残念ながら地上の検出器では検出できませんで、宇宙空間に人工衛星を上げて、しかもこれ3台人工衛星を上げまして、これデサイゴ計画という名前で呼ばれていて、私もその理論班のチームの一員として基礎研究を行ってますけれども、人工衛星を 1000km の間隔でこう3台上げます。でその間にですね、こうレーザー光線を飛ばすわけです。でその1000キロ離れた空間のですね、こう重力波がもし通ったとしますとですね、時空が歪みますから、レーザー光線の通る距離が少し変わるわけですね。それを見ることによって、インフレーションが起こった頃に出た微弱な重力波も捉えることができるようになります。ぜひとも実現してほしいと思っております。
私たちの世界では今毎日数十篇の関連した論文がインターネット上に投稿されます。でまさに情報の洪水の中で生きているわけです。その中で本当に意味のあるものを取り出して、それに自分自身がその意味のあることを加えていくという、それはむしろ昔以上に努力を要するようになっているんじゃないかと思います。まあ、競争も激しいですし、流行というのももちろんあるし、だけど流行しているからといってそれが真理を研究しているとは全然限らないし、自流に流されないという、そういう心意気を持ってほしいと思います。